はい、皆さんこんばんは。今日は釣り餌で余った、ミミズをうち、で飼育している魚たちに、ね、与える動画になります。まずは日端の方からやっていきたいと思うんですけど、ちょっとスピード対決になると思います。はい、それではね、与えていきます。投入。やっぱりウイとカワムツ、多分そうなるとは予想してましたけど、はい、やっぱ早いんでね、カワムツとかウイは餌食うのが、その他にもね、この水槽にはムキツクがいたり、タモロコがいたり、あとアブラボテでヤリタナゴでニイカ、が入ってます。カワムツ早いな。あ、高浜もいますね。はい、でこれ120センチ水槽なんやけど、ネットで、奥側にいるのが、赤座ですね。はい、続きまして、親に波に与えていきます。あ、もう見ている、見ている。はい、空振り。ちょっとね、かなりちょっと警戒してますけども、はい、この子はね、病気から復活したばかりで、はい、なんかね、オブサレ病っぽい病気になってたんですけど、ちゃんと復帰してくれました。はい、どんことね、公演してるんですけど、はい、なぜか食われないという。はい、次はね、うちの、ボスどんこですね。はい、一番うちで今飼育している魚で一番大きい、ですけども、食わないということです。はい、普段はね、冷凍した、ブルーギルとか、あと、釣り具屋に売ってる冷凍キビナゴとかを与えてます。ミミズはちょっと嫌みたいですね。はい、でもう一匹ね、ドンコがいるんで、そっちに与えていきますけども、申し訳ないんですけど、ちょっと背を向けちゃってるんで、はい、食べるシーンを撮ることができませんでした。はい、こっちはね、普段クリルがね、大好きです。はい、次はね、うなぎに与えていきます。今ここに入ってるのは、こいつがね、30センチぐらいまで成長してしまって、他のウナギとちょっとやり合うようになって、はい、隔離している状態です。今40センチ水槽で単独飼育です。結構ね、大きめのミミズを与えてみたんですけど、普通に食べましたね。はい、ちょっとこの1匹だけはすごく気性が荒い単独飼育です。でエビもね、意外と力強いんですよ。くわえてるウナギのね、水を引っ張ろうと して綱引き状態になってましたね、最初は。はい、はい、食べました。で、タウナギですね。タウナギはね、餌食うときはね、すっごく早いんですよ。一瞬で持っていくんで、よく見といてください。ほら、もう持っていったもう一匹いるんですけど、そっちはね、撮影前にもう食べちゃいました。はい、こんな感じで、はい、タウナギもね、ほんと結構獰猛な魚ですよ。普段はね、おっとりしてるけど、餌食うときはね、結構すごいですよ。はい、食べなかったね君はっていうことで、今日の動画は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。